どうもー、霊夢です。マリサだぜ。私たちのゆっくり雑談をニコニコ動画に追加したのでご連絡です。なぜニコニコ動画かと言いますと、YouTube では私たちの雑談は攻撃を受け、チャンネルがバンされてしまう恐れがあるからです。ニュースや過去の出来事に私たちの感想を添えているだけなのですが、それすら広められたくない連中がいるようです。少しでも多くの人に見ていただきたいと思い、YouTube ではこうして告知を主に行っています。このチャンネルには、告知以外にも、攻撃されてもバンの理由にならなそうな動画をアップしてあります。初めてご覧になる方はお試しに見ていただくのも良いかと思います。では、今回追加した雑談に関してです。過去2回行ってきた、意見が相手にされないシリーズの世界大会を実施します。ってことは、茶番です。からの、爆笑です。自分でハードルを上げない方がいいぞ。さて、この動画の説明欄に今回追加した雑談へのリンクがあります。続きはニコニコ動画でご覧ください。ニコニコ動画って使ったことないなぁ。という方でも、説明欄のリンクを押すだけなので簡単です。同じく説明欄には YouTube 上のサブチャンネルへのリンクもあります。サブチャンネルはこのチャンネルがバンされた時の連絡等に用います。緊急時に備えてチャンネル登録だけしておいていただくと安心です。過去3回バンされているので、使う可能性は十分にあります。ところで、今日は2020年5月4日なんだけど、緊急事態宣言の延長が決まったみたいね。2020年1月頃から騒がれ出した、流行り病の関連の話だな。そうそう。まあ私は反対派だけど、こうなったら従わざるを得ないわよね。資金的な援助をしっかりしてくれるといいけどな。ここまではゴテゴテ感があったからな。一人10万円の件とかもそうだけど、伸ばしたんだから追加でくれるわよね。とか期待してる人も多いんじゃないかしら。それもそうだし、私は店舗経営してる身だから、中小企業に対する補助を手厚くしてくれないとマジで困るんだが。あんま期待しない方がいいかもよ。え、そうなの。美味しいケーキがもらえると思って口を開けて待ってても、パンの耳ぐらいを放り込まれて終わりなんじゃないかしら。うむ。ドケチなイメージはあるけどな。そして外国人には大盤振る舞い。しかも特定の国にな。YouTube の他の人の動画とか見てると、政府の補助が大事。って話が多いわよね。その通りだとは思うけど、期待しすぎは危険な気がするわ。いやー、そんな過度の期待はしてないだろ。そう、なんか10万円もらえるのも、お小遣い感覚で、ラッキー。とか思ってない。新しい帽子を買おうかな。今まで通りの生活水準を保てなくなる前提で、資金繰りを考えといた方がいいわよ。どっか温泉とか行きたいな。この流行り病の影響で得する人なんてごく一部よ。ほとんどの人が収入源になるのよ。試してみたい化粧品があるんだよな。デフレ経済に突入よ。なんか美味しいもの食べて帰るか。そうね。続きはニコニコ動画でね。